宣言の分割を習ったのは、まあね、皆さんご存知、鈴木将司選手から私自身こういろいろ教わることがありまして、その時に高校多分 1,2 年ぐらいの時にですね、その方法を教えていただきましたので、ちょっとここで皆さんにシェアをしてできればなというふうに思います。まあ、順番としてはですね、はい、ということで、まあ、順番はね、こういう形になります。まあ、基本的に、まあ、どこが最初に来てもいいんですけど、胸やって背中やって肩やって腕やって足、こういう順番になります。まあ、このトレーニングのルーティンというのはやはり考え方があるんですね。で、そのボリュームを多くしてやるときには、先ほど言った通り体がやっぱ疲労困憊に陥るんですよ。もう筋肉が動かなくなるまでってことはかなりのこう強度になってきますので、そうなってきたときには疲労をやはり考えないといけないですよね。例えば胸をやる、まあ、ベンチプレスとかダンベルプレス、チェストプレスとか皆さんやられると思うんですけど、そういうときっていうのは胸の筋肉はもちろん使うんですけど、例えば肩の前とか上腕三頭筋も同時に動員されるわけですね。ってことは胸の例えば翌日もしくは同じ日に上腕三頭筋や肩の筋肉を鍛えてしまうと、こっちの筋肉っていうのは最大限のパフォーマンスを発揮できないのではないかというふうに考えられるわけですね。ということで、まず胸と肩の前1日離すわけです。かつ上腕三頭筋、ここを離すわけですね。ここが肩の前、じゃあ三頭筋、こんな感じですね。上腕三頭筋を鍛える腕の日と胸の日を離してあげることによって、三頭筋の疲労はやはり抜けやすいですし、肩の前を肩と離してあげることによってもそれが疲労が抜けるということになります。背中、例えばデッドリフト、まあ、ベントオーバーローイング、特に脊柱を使うような種目が非常に増えてきますので、足とやはり離した方がいいですよね。これは足で例えばスクワットとか、まあ、体幹を使うような種目が足だと非常に増えてきますので、ここら辺はやはり背中、特に腰ですよね。腰の疲労を取るために1日離してあげるわけです。1日じゃないですね、ごめんなさい。腰の疲労を取るために、まあ、2日間、中2日空けてるってわけですね。あとは背中と今度引く動作になってきますので、これはもちろん上腕二頭筋です。なのでここは二頭筋を離さず、こんな形になるかと思います。唯一被るとしたら、その背中で引く動作が入りますので、まあ、三角筋後部と肩の日が被るんじゃないかなというふうに考えることができます。なのでここにまあ奥を入れるっていうのも一つやり方としてはありですし、逆に言えば足のスクワットやった次の日に胸、ベンチプレス、まあ、どちらもこう神経系をものすごく酷使しますので、まあ、ここでオフを入れるっていうのもありだと思います。なのでこういう分割の仕方をしてあげるのであれば、毎回疲労困憊まで追い込んでも比較的回復しやすいのではないかなというふうに個人的には思います。